3月5日9時でございます。朝の今私は沖縄の読谷村に来てまして、昨日は陶芸で有名なんですよね、やちむんという沖縄の伝統的焼き物、そちらで、一通り焼き物を見て回ったんですけれども、そのまま沖縄でですね、大変、お世話になっているダッチャー慶子さん、ドクターですね、一緒にもうご紹介いただいたプライベートビーチ付きのホテル、名前を言っておきましょう、海のテラスというですね、先日まで有名プロ野球選手が10日間連泊したという本当に隠れ家的な、なんて言ったらいいんですかね、ひっそりと、そして、まあラグジュアリーに泊まれるホテル、しかもとてもお安いです。そちらのオーナーさんと昨日食事して、今このプライベートビーチに来てとあまりに感動したのでお話してます。ちょうどですね、潮が朝ですから引き始めてまして、濡れた、白浜のところにですね、たくさんのサンゴが、サンゴ片がですね、置いてあって、置き去りというかですね、流されてきてるんですけども、そこでサンゴの箸置きをですね、私もずっと自宅で使ってるんですけど、プレゼントにもいいですからね、形のいいものを物色してる最中ですと。そうするとですね、ヤドカリですとか、まあ、無数の限りなく無限な生命がですねいることに改めてこういうところに来ると気づくということですね。本当にこうサンゴ、またはですね、あらゆるものが波動によってですね、形を丸くして鋭利なものは全部角が取れてですね、まあ模様、質感、なんというんでしょうか、形、形状の、各々一つも同じものがないということを楽しんでます。原型をとどめているものがあれば、これ原型何なのかわからないものもあって、で何より嬉しいのが、まだこちらの、まあ、私沖縄に来るとですね、北部とかうるま、海中道路先の宮城島ですとか伊計島とか、そういうところに去年はよく参っていたんですけど、読谷ね、中部になりますけど、こちらに来る機会が、まあ沖縄私本当に昔からよく来てるんですけど、あまりなかったんですが、ここは本当にいいホテルです。大変くつろげまして、実はここをですね、私も仕事絡みで、使うんですけど、まあ、私の仕事というのは、まあホリスティックな、未病というかですね、体に人体に良い波動をということで、波動発生、デバイスというのをね、ガジェット的に持ち運べるものを作ったりです、水を作る装置ですけどね、水だけじゃなくて毛髪遠隔、写真遠隔、遠隔共鳴っていうのがね、私の最大の関心事なんですけども、まあ、そんなことでちょっと話が錯綜しましたが、たくさんの何一つ同じものがないということをね確認して、無数の無限大数なものを感じたのでちょっと収録しました。何事もそうですけど、感動した時にですね収録しておこうかなと思いました。それでは皆さん、これ夜、
どのような感じで聞いてるのか分かりませんが、朝聞いてる方もいるかもしれませんが、まあ誰もいなかったらかなり寂しくて意味がないんですけど、まあ意味という問題もね、先日話しましたけど、意味があることだけやっていたら人間はクズになるのではないかなと思います。それよりも感性、感じることの大切さを訴えていきたいと、そういうふうに思っています。失礼します。